護衛艦加賀の艦首がようやく死角へと回収されたとの情報をキャッチしました。今回はこの死角へと変化した艦首を詳しく見ていきますね。 F-35B 戦闘機も24年には日本に納入予定です。23年度に8機分の取得予算が組まれていました。いくらだったかな。次回詳しくお伝えしますね。それにしても加賀の艦首が四角化以外にかっこいいよね。2022年も12月を終えつつあり残すところあとわずかとなったが、日本の広大な領海を防衛する海上自衛隊においては現有する艦艇の中で最大規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化する改修が継続されている。出雲型護衛艦は2012年から2017年にかけて1番艦出雲と2番艦加賀の2隻が神奈川県のジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場にて建造され、海上自衛隊内では艦首記号 DDH と呼称されている。これら2隻の出雲型護衛艦は前級にあたる同じ DDH で、海上自衛隊初の全通式の飛行艦艦督を備えたヒューガ型護衛艦、その建造と運用のノウハウを生かして生み出された艦艇であり、回転翼機の搭載能力を高めたものだ。日本の海上自衛隊においてはこうした出雲型護衛艦は前述した通りにDDH に分類されるヘリコプター搭載護衛艦と位置づけられてきたが、世界基準で見ればイギリスの著名なジェーン年鑑等でもヘリ空母に分類されている。そのため出雲型護衛艦は他国海軍からすれば回転翼機を搭載する軽空母という扱いが収益時より行われていたが、政治的に航空母艦の保有を表立って行うことが困難だった当時の日本では、極力、そうした見方をされることを避けていた感もある。国会に代表される政治の場においても、出雲、型護衛艦の全通式の飛行甲板を採用した、その外観は、当時は、反対派からは、海上自衛隊が航空母艦を建造、保有しているとする批判にさらされ、苦しい答弁が続いていた記憶もある。その時点では出雲型護衛艦が実際に航空母艦に改修されることになるとは個人的には想像していなかった事態ではあるが、中国による南西諸島方面への圧力の増加と F-35 ライトニング 2B 型の実用化がそれを後押ししたように感じられる。ただし、例えば韓国海軍のドクシマ級強襲揚陸艦は F-35 ライトニング 2B 型が実用化されても、そもそもそれに対応可能なエレベーターを装備していない艦艇となっており、出雲型護衛艦はその運用に適用したエレベーターをもともと備えていた。これは先々実際に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するか否かは別としても、そうした事態の到来に備えて、エレベータの規格そのものを対応可能なものとして設計していた先見性の高さが功を奏したものだろう。そうした出雲型護衛艦が持つ艦艇としての素地もあり、中国の脅威の増大という外的要因と、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型という短距離離陸、垂直離着陸が可能な戦闘機の実用化が重なったことが今につながったと言えよう。そんな出雲型護衛艦の2番艦が加賀であり、1番艦の出雲と同様に5年おきに実施される、あらかじめ予定されていた大規模な点検のタイミングに重ねて、大きくは2度に分けた航空母艦化改修が進められている。加賀はちょうど今年2022年は、その1回目の大規模点検のタイミングに当たったことから、広島県呉市にあるジャパンマリンユナイテッドのドックにて、
改修工事が行われており、出雲とは異なるアプローチが取られている。出雲の1回目の改修工事では、全通式の飛行甲板に対して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンから、噴出される高温の排気熱への耐熱加工や、前転効果でも着艦を誘導する仕組み等の導入が、まず実施された。翻って、加賀では、上空から見た場合に、台形状をしていた艦首部分の飛行甲板を、アメリカ等の強襲揚陸艦等に見られるような四角形に変更する工事が行われており、外観上のはっきりとした変更が確認できる。この変更は、加賀の全通式の飛行甲板の運用効率をさらに向上させる目的があると目されており、発着艦に使用可能な飛行甲板の面積を増大させると同時に、サレティーラに干渉しない部分への機体の露天駐機も可能にする。ちなみに、加賀らと同じく、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする、イギリスの航空母艦のクイーン・エリザベス級では、艦首部分には、スキージャンプ方式を採用しており、発艦だけを考えれば、こちらの方が、運用効率は高い。スキージャンプ方式を採用することで艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は、それらを装備しない艦艇よりもより、燃料や兵装を多く搭載した状態で発艦することが可能となるため、戦闘機としての作戦行動の自由度が増す。加賀らの出雲、片越艦においても、こうした F-35 ライトニング 2B 型の運用効率の面からは、スキージャンプの増設も検討されたと言われているが、同艦は、艦首部の下部に重量のあるソーナーを搭載していることもあり見送られたと見られる。防衛予算上から、出雲、片越艦の航空母艦化改修を見てみると、2022年度分では、出雲用の着艦用誘導装置の取得経費が約36億円、加賀の航空管制設備の増強に約13億円、アメリカ軍の技術支援に約12億円が費やされた。アメリカ軍の技術支援とは何かといえば、未だ、日本は、F-35 ライトニング 2B 型を保有、運用できていないため、1回目の工事を終えた、出雲には、アメリカ海兵隊の岩国基地所属の同機が、発着艦テストを実施するとしている。こうした F-35 ライトニング 2B 型の実機を使用した各種のテストや、艦内の格納庫をはじめとする、準備費用として、アメリカ軍に所属するリソースを活用する。いわばコンサルティング的な費用が、これに当てやられていると考えられる。そして、来年度である、2023年度の防衛予算では出雲、片越艦の航空母艦化改修には、出雲と加賀の2隻で、総額約52億円が投じられることが、この12月に確定しており、夏の概算請求より、さらに上乗せされている。加賀、含む出雲、片越艦の基本スペックは、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルであり、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する場合は、最大で約10機を艦内に収容可能とみられている。その F-35 ライトニング 2B 型の10機という、艦載機数を考えれば、言葉の上で航空母艦というものから、イメージされる航空戦力としては、決して大きくはないと感じられるが、小島とは、これは、次の艦艇建造への布石だと映る。尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛用には、今後、ますます、島嶼防衛用の装備の重要性が増加すると思われるので、まず、これら出雲、片越艦で、F-35 ライトニング 2B 型の運用実績を積み、
囲碁の鑑定建造に反映させる方針だと考える。その際に、航空戦力としての収容力の増加が必要と判断されれば、次級の鑑定では、例えば、満載排水量で、30.00トンクラスの強襲揚陸艦タイプとする可能性も、選択肢としてあり、より、水陸両用作戦を念頭に置いたものを調達するのかもしれない。いずれにせよ、現状では、自衛隊が、南西諸島方面で使用可能な滑走路は、沖縄本島のみしか、現状では存在しないため、出雲、片護衛艦は、有事の際の、貴重な航空戦力の投射母体として、臨時の移動滑走路としての役割を担うものと考える。加賀は、太平洋戦争中も、大日本帝国海軍の航空母艦の加賀として存在。こちらは、基準排水量 38,200トン、満載排水量 42,541トン、全長 248.6メートル、全幅 32.5メートルの大型艦であった。ただし、この加賀が、ここまでの排水量を誇ったのは、もともとは航空母艦ではなく、当時のワシントン海軍軍縮条約によって、加賀型戦艦として、建造が予定されていたものを設計変更したためであり、歴史の流れを感じさせる。